皆さんこんにちは、今日はですね JSD 日本ダウジング協会会長の加藤信夫さんに来ていただいてダウジングのことをいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。加藤です。はい、加藤さんはですねダウザーとしてヒーリングセラピストとしてですね25年間ぐらいやり始めて、そうですね、されている超プロの方なので、皆さんねアネモネの読者の方って結構ダウジングされる方多いと思うんですけれども、ここで、ダウジングとはどういうものなのかとか正しい使い方ってどうあるのとか、なんか初歩的なねことをまず伺っていきたいなと思うんですけれども、ですねまず私なんかは結構自分流っていうかねちょっと教えてもらったのを結構自分流でやったりしてるんですけど、それってどうなんですかね。まあ正しいやり方ってあると思うんですけど、やっぱりダウジングがそもそも何かっていうことによるわけですね、その答えがね、はい、まあ例えばダウジングは遊びの楽しみである、もうどういうやり方でも OK ですよね、うん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 、個人の楽しみだから、はい、じゃあ先に遡っていくと、じゃあダウジングって何のためにあったかっていうと、うん、野生の動物とかもそうなんだけど、うんうん、生きるために感覚を使って、襲われるのを避けたりとか、はい、食べ物を取ったりだとか、はい、いうためにやっぱあったわけですよね。その感覚を高めるために道具が起こった。だから生きるためっていうのと、あとはより快適に生きるため、はい、より幸せに生きるため、はい、に使われてったっていうことなんですね。だからそれをダウジングだとしたらば、はい、よりそれが効率よくできればその方がいいんじゃないかということですよね。そうですね。あと正確さ、うん、自分でやっているとやっぱり自分のエゴとか自分の考えが入って操作してるんじゃないかみたいにやっぱり思っちゃうんですよね、うん、だから結局ダウジングを自分でやってもこれで合ってんのかなっていう、ダウジングの方法が合ってんのかなみたいに答えにこう信憑性が持てないというか、うん、ね、なんかそういうのがすごくあるので、なんかね正しい使い方をやっぱり学んだ方がいいのかなって思ったりするんですけど、うん、エゴとか自分の望みとかが、うん、反映されてしまうんですよね、結果にね。やっぱりそうなんですか、人がやる分ね。で、もし突然エゴがなくなって、うん、望みがなくなって、うん、中立な立場でダウジングができるとしたら、うん、もうそれ聖職者とか神の領域ですよね。でただいつまでもエゴがいっぱいではね、うん、困るわけだから、うんうん、トレーニングしながらその比率を減らしていくんですね。あ、なるほど、うん、っていうのと、あとは自分のやってるダウジングの正確性をまたダウジングしていくとかね、うん、あとコンディショニングを整えるとかね。なるほど。だからエゴが入っていくからダメだということじゃなくて、エゴのまんまやっていく。はい、はい、なるほど。でそれを減らしていく。で結果が出る、うん、あ結果が出る、私の偏見とか思い、うんうんうん、ね、思い込みとかエゴがなく調和に基づいてやったらうまいこと言ったわと、あこれはいいわ、これが合ってるのね、正しいわという自信が入るとまたエゴが減ってくるんですね。なるほど。自信がないとやっぱなかなかできない。じゃあ自信は何でできるかって言ったら、結果が具体的に起こること。はいはいはい。ですね、じゃあですよ、うん、先ほど、ね、加藤さん、うん、話してくださった昔は生存のために、うん、ダウジングが生まれたって言うけれど、うん、生存のためって言ったらむちゃくちゃエゴなんじゃないかなって思って、うん、そういった、ね、そういった観点からするともともとのじゃダウジングってのは結構、ね、合ってるものもそうでないものもいっぱい混ざってたってことなんですかね。うん、まあ、生存食べるってことに関したら、まあ、例えばまあ、洞窟で我々が生きてる頃はね、獣を過剰に取って、独占して高く売りつけて儲けようなんてことはしてなかったと思うんですよね。蜂蜜を取っても丸ごとじゃなくて少し蜂が生きるように残して、取るとかね、だったと思うんですよ。でただ現代人の場合は、何か食べ物が取れるとかお金になる材料があるといったらうりゃーってやるわけですね。うん、だからそこをどう調整するかっていうのもやっぱ今現代人のテーマですよね。もう人類の長い歴史を見てればもう飢餓との戦いだったわけだから、生きるためのダウジングってもう餓死との戦いの話であって、
今の食べるってこととはまたちょっと意味が違ってきますよね。じゃあ今の方が、ね、心のノイズのようなものが強くなっちゃってるっていうことを、それによってちょっとダウジングも、私もね本当我流でやってるだけなんですけれども、確かに願望こうなってほしいなっていうのがあるとそちらに回ること多いですよ ね。だからテーマが変わってきますよね。今食べ物がなくて友達餓死するってあんまないですよね。でも戦争も僕らはやってない、ウクライナはあっても、でもストレスはすごいですよね、自殺率がすごいですよね、それもやっぱこう恐怖ですよね、危機ですよね。だから精神的なやっぱ汚染というのかな、そういったものをどう避けるかっていうのも現代のテーマですよね。昔は食べ物がなくて生きるか死ぬかっていう時にあんまり鬱なんないですよね。鬱になってる場合じゃない で、鬱になって、もしそうなっちゃったら多分勝てなくて死んじゃうでしょうね。なるほど。まあだからエゴと言うけども、エゴっていうのもとても大事なことなんで、欲望って大事なことなんで、だからそれをどう調和的に使っていくかっていう話だけだと思うんですよ。欲望なくしちゃったらね、ポガーっとしてあらいいわねってもうなんかちょっとボケ老人みたいになっちゃうでしょ。少しはこう野心があったり欲望があったりっていうのは、いいことだと思いますけどね。なるほど、それ調和に使っていくっていうのはすごい、いいそのアクセス方法というかですよね。なるほどなるほど。じゃあ、今回ですね、アネモネの、通販の方でですね、この GEM っていう新しい、新しく開発された商品、こちらをアネモネ通販で取り扱うことになりまして、これの、ご紹介も兼ねて、あと簡単にまずダウジングができるようになる講座っていうのを今度やっていただくことになったのでですけれども、ちょっとその講座では、私の方としてはその初心者向けと、あと使っている人がさらにレベルアップできるような講座をやっていただきたいと思っているんですけども、ちょっとどんな講座になりそうなのかを加藤さんに聞きたいなと思いまして、はい、アネモネさんのビオマガジンの、そのアネモネさんの読者っていうのはやっぱスピリチュアリティの学びを深めている人はたくさんいるんで、ダウジングできるかもしれない。だけどこういうダウジングの入門講座用のテキストというのが用意しましてね、これに即して何もやったことがない人でもダウジングがまずできるようにするっていうことを主なテーマとしてやっていくわけですね。でイエスノーを選択するとか、何か探す、で実はダウジングっていうのは何かを探すとかイエスノーじゃなくて、エネルギーを変換するっていうことが今ダウザーがやってるもう8割以上の仕事なんですよ。なるほど。変換するっていう、エネルギーを変換する、どういうことですか。例えば悪い意識があったらいい意識に変えるもそうだし、例えば電磁波をね、なんか直すマークがとかよくあるじゃないですか、あれは電磁波がなくなるんじゃなくて、電磁波のクオリティを変える、クオンティティじゃなくてクオリティを変えて害がないようにする、そんなこともできるんですか。そういう方が主で、例えばジオパシックストレス、有名なのがね、もうバズワードですよね、人類がかつてない最悪のエネルギー状態に我々はいますよね。下にも高圧電線があって、電磁波飛び交って、じゃあ住んでる場所っていうのは本当に人が住むのに適してるかどうか、例えばね、だからその悪いエネルギーがあって人が病気になる、じゃあそのエネルギーを変換して害がないようにする、これはダウジングのもうほとんど主な仕事なんですよ。そうなんですね。いや、それ初めて知りました。だからそうで、ただ出だしはね、イエスノーっていうことは、例えば場所の話で言ったら、この場所はいい場所なのかしら、悪い場所なのかって分からないんだったらそれできませんよね、そうですね、食べ物だったら、いい食べ物か悪い食べ物か分かんないで、食べてたらもうどうしようもないじゃないですか、だから、イエスノーとか選択探知っていうのが土台にあるとして、でも土台が2割くらいあって8割は、エネルギーなくせればいいんですよ、なくせればいいですよ。それはもWi-Fi とかさ、ぶっ壊して、携帯タウンぶっ壊して、でも本当に燃やしたのよ。5G になった時に外国で。あったでしょ？知らない。すごく害があるからって言って、イギリスなんかでも、もう壊したのね。
で、変電所があったらね、破壊すると捕まるよね、無理じゃない、はい、だから要はクオンティティをなくせないからクオリティを変えるっていう、そういうダウジングがあるんですね。なるほど、うん、まあ、そっちの方が主です、実はプロと言われる人たちがやってる仕事は。なるほど、うん、よくね、こう水探すやつでしょって言うでしょ。あ、そう、だけどさ、もともとはね、水脈を当てる、この五反田のさ、ここでさ、お、ここが水脈あるぜって穴掘ったら怒られるでしょ、多分必要もないし、そこだって小瓶あるし、うん、そういうことなんですよね。まあまあ、これはね、うん、次の、レベルのことなので、必ず今のこの入門ということをやっていくと、必ずそこに自然につながっていって、うん、まあ、それらのことをやるには顕在意識、潜在意識、うん、そして、うん、それを超えてる共同、まあ、集合意識とか超意識とかっていう意識の3つをね、はい、取り扱うということになるから、はい、入門講座っていうのはもうゼロの人もできるんだけど、ベテランの方でもやっぱりこう自分流にやってきたことでね、ダウジング精度が落ちるっていうことはよくあるんで、ブラッシュアップするっていう効果もありますよね。はい、そうですよね。そういう講座にできたらなと。あとはもう来たメンバーでね、はい、これ100人で今回やるわけではないので、うん、20人、あ、そうでしたよね、20人ぐらいで、はい、20人でしたらもう一人一人とコミュニケーションを取りながら、うんうん、その人が今何が必要か、何に興味があるかに合わせた講座に少し調整しながらもできますよね、はい、いやー、素晴らしい、それは。で、その一人一人見ててそれぞれ違うもんなんですか、この人の例えば今のダウジングの例えば力とか、うん、もうちょっとこうした方がいいとか、うん、あ、まあまあまあ、そうですね、はい、それとその人が今直面している問題っていうのかな、うんうん、今一番興味があることにやっていく方が話が早い、そうですよね、面白いじゃないですか、何か自分が解決したいこととかクリアにしたいことと、誰もありますよね、うん、じゃあそれにも対応していただけるという、そうなんですね、できる限りね、はいはい、まあ逆に言うと20人だったらね、もう秘密の聖地に連れて行ってドラゴンラインを見るとかだってできるし、ね、20人だったら、そうなんですか、20人だったらまだいい、だけど100人連れて行くとね、はい、で、皇居はエネルギーがいいからって100人でね、やるとね、はいはい、なんか長い棒を持ったね、人が追っかけてくるからね、はい、何やってるんだっつって、それなんですか、そういう場所に行ってやるってことですか、皇居の周りがエネルギーがいいっつってね、100人で行ってダウジングでもしたらね、はいはいはい、警察来るよっていう、うん、そうですね、だから20人ぐらいだったらね、やれる場所もあるから、流脈を見るっていうのがあってね、次の、はい、そういうこともあるし、だから今回入門講座をやってみんなの交流しながら一つのもの、うん、アネモノワークを作って、オリジナルのね、うん、アネモノワークショップっていうのはオリジナルを作って、それが皆さんと共に育っていくというか、皆さんがやりたいことに育っていって、で皆さん の人生もこう変わっていけば、よりいいなというのが、今回のテーマじゃないかなと思って、それでさっき言ってたね、はい、道具っていうのはいろんな道具があるわけなんだけど、はいはいはい、ダウジングプログラムっていうのがあって、それはダウジングをより効果的にする方法ね、で、この道具もより正確にやるために生まれたものなんですね、はい、そうですね、うん、だから道具っていうのはそういうものなんで、それもスキルアップしていったり、はい、目的の方向性がはっきりしたらそれに合わせて使うっていうことですよね。じゃあ結構適当な僕ペンジュラムを使ってるんですけど、はい、慎重に選んだ方が正確さも違ってくるっていうことは、まあそうですね、自分に何か合うものがとか、要するに何ていうのかな、個人的にはなんかクリスタルを選んどけば間違いないだろうみたい な、はいはいはい、なんかそんな思いがあるんですけれども、それはあれですね、お昼ご飯は中華がいいねっていうような話です。ランチもあるし、あそこの A ランチがいいなとかね。で、いうような話です。それはだから、その人はもう中華がね、昼はちょうどいいなって思ってる人は中華なんですよ。僕はイタリアンと思ってたらイタリアンなんですよ。うん、そう、じゃあもっと広い世界があるみたいな感じ、うん、で、つまりその人が水晶が一番いいって思ってるなら、まあ水晶でいいとは思うんですよね。まあまあ、で、ただ、やっぱり世界的には真鍮が一番ニュートラルで使いやすいと、うんうん、でクリスタルのペンジュラムはいいけど、それはクリスタルヒーリングって言って、石のバイブレーション、石の記憶を利用したダウジング方式なんです。あ、なるほど、うん、だからイタリアンと中華みたいな感じで同じご飯なんだけどジャンルがちょっと違うっていうわけですね、うん、でそれをどっちがいいどっちが悪いって言う人いるんだけど、どっちがいいでも悪いでもないよね。イタリアンと中華と日本料理とどれが一番いいんだって、はい、寿司かって喧嘩してもしょうがないですよねっていうことなんですね。さっきの道具のことは、はい、ね、
あのチャーハンをね作るときね、中華鍋でバーンってやるでしょ、はい、あそこの店で、はい、まあ、僕よくここ来るとそこ行くんだけどで火力バーンでしょ、うん、だけどさ佐藤さんが家でさ、うん、普通のフライパンでもチャーハン作れるわけでしょ、うん、そうですね、うん、だからチャーハンそれ何でもいいっては何でもいいんだけど、でも本格的に美味しくチャーハン作ろうと思ったら中華鍋と強い火力が必須だっていう、はい、うん、だから、ね、こうそれを一つのものを極めたのがこういう道具だっていう、これは真鍮、ちょっと真鍮ですね、なんですよね、なんかねやっぱり重いずっしりですけど、うん、なんかすごくしっかりしてるから、こうエネルギーの伝達がなんかすごく安定感があります、持った時からね、だからまあ、その今のね、まあ、例えば中華鍋か普通のフライパンかじゃないんだけど、皆さんもね講座の時いらっしゃるわけだから、実際これを手に取って、あとはよく回る回らないだけじゃなくて、どういうエネルギーが出るのかしらっていうのと、あと例えばさっき言ったパワースポット、いいエネルギーの場所を探すのが得意なペンジュラムがあったら、それを使ってみたら上手にできるのかもしれないね。だからまあ、皆さんが例えば普段普通のフライパンでお料理してたら、うん、チャーハンやるときにその中華鍋でバーンってやったら、うん、おお、その違うぜっていうのをこう体験すれば、はい、まあ、エネルギーのことだから体験しないと分かんないじゃないですか。そうですね、うん、っていうのも当日は、うん、せっかくだから見ていただきましょう、うん、ということですね。ちなみにこれ大きく回って、うん、勝手に動いてるんですけど、これは何なんですかね、このペンジュラムが、ね、こんなに回るっていうのはあんまりないで、僕の手持ちのペンジュラムの中ではね、これは一定のね、うん、こうどういう時にどういう動きをするかっていうのがプログラムして使うのがダウジングの基本なんですよ。わかります、設定ですよね、うん、これは何もじゃあ設定してないから、そうです、でまず動きが何を意味するかを設定してないのと、自分が何をしようとしてるかが分からん、決まってないですよね、はい、じゃあこのでも、うん、謎の動き、だから動いてるっていうことは何かのエネルギーに反応してるから動いてるわけなんだけど、で右に時計回りに回ってるってことは何かポジティブな反応ものがあるとかだろうと思うけど、それは何かは分からないですね、設定されていないから。さっきのその周りの右、私もそれなんか聞いたんですけど、やっぱ右はイエスでノーは左っていうふうに聞くんですけど、やっぱそれは基本大体そういうことなんですか、ね、その方がエネルギーボルテックスとしては自然っていうこともあるんだけど、うんうん、ただね逆の動きをする人もいるんですよね。逆の動きをする、イエスの時逆っていう人もいるし、イエスの時に縦に動いてノーの時横っていう人もいるんですよ。なるほど、じゃあそれは人によって違うんですよね、うん、あと持つ位置をこうずらしていったら、はい、動きがまた反転するってこともあるし、なるほど、うん、そう持つ位置も大事なんですね。だからこれ紐がこれ結構長いですけれども、長く作ってるのはそのためなんですかね、はいはいはい、というのと、まあ、首からかけれるようにするのと、持つ時にこう小指にはめてこうやって持つとよりいいんですね。なんでかというと、さっきまでブンブン振り回して、手に持ってて取り上げたら佐藤さんの下に刺さったら困るじゃないですか、小指にかけてね、そうそう障害剤になっちゃう、まあ、結構ね重量ありますけど、でもその分、ね、しっかりしてますよね、まあ、この辺はね小さくて軽いんですよね、うん、ああそういったものがある、うん、この辺ちょっとねいろいろあるの、何がどう違うんですかね、今加藤さんが持ってたのすごく大きくて、はい、うん、なんかとりわけ大きい、そしてこれはちょっとまあ中くらいみたいなのかなって思って見てたんです、そうですね、まあ全部それぞれ意味があるんですけど、まあ一個だけね話しましょうかね、まあ全部話しても全然いいんですけど長くなるのでね、まあ、うん、はい、まあ、ね初心者の方にいきなり言うと大変だから、じゃあ一番大事なものの一つね、これジェドピラーっていうね、ジェド柱ですよね、うん、っていう図形で、エジプトの遺跡でも一番よく出てくるものなんですね。アマレットとしても出てくるし、この図形とか、そうこれですね、皆さん、はい、はい、うん、で、まあ、ここにもちょっと出てるけどね、はい、これもアマレットですね、こういうふうに出てくるんですね、はいはい、まあ、でこれは強化と安定を作り出す図形なんですね。うん、で、ですからダウジングではバランスをさせるとか強化するっていう意味で、すごく重要で必ず使われる図形ですね。だからまあ何のためって言ったら、もう強化とバランスをするためのもの、うん、見るからにちょっと柱っぽいというか、うん、ずっしり感
で重さとしてもそうですけど形がそういう感じしますよね。そうなんですよ、はい。じゃあ選ぶときになんか自分がこれを特にこれをこういうことを明確にしたいみたいなのがあった場合、それに沿った意味の形のペンデュラムを使うとより一層正確になるというか、そうですね、ということですね。こう2つじゃないですかね。もうパッと持って、まあ、洋服買いに行くときね、はい、今年のトレンドは何とかそういうのもあるじゃない、はい、そういうのもあるんだけど、うん、パッと見て触って、いやこれ、もうこれかわいいっていうのあるじゃない、ね、それあと登山具だってさ、はい、うわーなんかこの色素敵かっこいいっていうのもあるんだけど、うん、あ今度はこういう山に行くからこういう温度になるからこういうものっていう選び方があるんですよ、うんうん、2つなんですよ ね、論理的に、じゃあこれそれぞれ のペンジルマンがどういう意図があるものかっていうのはここにちゃんと書いてあってね、うんそういった機能から選ぶっていうやり方がまあ一つで、もう一個はただ単もう手が呼ばれてくもう手がもう一番最初に無意識のうちに触ってる、はい、もうこれが共鳴してるんですよね、うん、だからそういう選び方も、あります、はい、じゃあそういう選び方とかっていうのもある程度じゃあペンデュラムが自分でできるようになってくるとより専用になる。そうですね、まあペンデュラムができるっていうかね、まあこれでもこれもやってもいいかもわかんないですよ。当日ね、うん、今エネルギーを感じる力を身につける、エネルギーが分かるようにする、うん、そうしたらみんな選べますよね、うん、理屈抜きで、はいはい、あのダウジングできるできない以前にダウジングってもともとエネルギーを探知するものじゃないですか、うん、それをしっかりと自分の感覚として探知できれば、うん、すごく簡単になってきますよね。そうですよね。ただまあ次はねあれがあるんですよ、エネルギーにセンシティブになると、うん、今度エネルギー酔いしたりエネルギー悪いエネルギーでもバンバン取っちゃったりそういったことで困ってる人いると思うんですよね。はいはい、そうですね。で、じゃあということは悪いエネルギーを調べなきゃいけないときは、うん、自分が害を受けないように調べる、うん、でいいエネルギーを調べるときはエネルギーいっぱい受け付けていいようにするっていうようなテクニックがあればいいわけですね、うん、はいはい、ただまあ現代人はストレスが多い悪いエネルギーが多いから感じる力を封印してやり過ごしている方もいらっしゃると思うんですよね、うんうん、その人は理屈はすごい知ってるんだけどもう分からない感じられない、はい、うん、いろんな声を聞けない、はい、上からの声も聞けない、はい、みたいになってると思うんだけど、はいはい、その問題も解決できますよね。だからそれ、そうなんですね、ね、それ興味ある方いっぱいいらっしゃったらそのエネルギーを感じる感覚を磨く、いいものを感じる、悪いものを遮断する、はい、で安全に感じるためのツール、うん、プロテクトするツールっていうのもあるわけですから、はい、そういうものをこう使ってったりっていう、なんだかめちゃめちゃ幅広いですね。本当ですね、汎用性広い。私は単になんかイエスの答えをなんかはっきりさせたいからダンジングやるみたいなのだったんですけど、うん、僕もですね、すごい幅広い、いいですね。でしかもペンチラムの動きってこれだけ回るっていう動きだけだと思うんですけども、うん、この動きの中にこんなことないよ、なんですね、縦とか縦も、まあ、縦も、まあ、斜めとか確かに動きますが、うん、これ、うん、この動きの中にじゃあそれだけの機能が、うん、そうですね、いろんな動きがいろんな意味があったりいろんな目的を果たすということですね、はい、まあだからいいですよ、まあアネモネのスタッフの皆さんはいろんな幅広くやられてるんだけど、じゃあダウジング初めて今回、うん、初めて担当じゃない2回目だけど、はい、アネモネ式のダウジングを作っていけばいいですよね。ここでね、ここだけのものをこうやって今第1歩目、まあこの間だったから2歩目か、はい、佐藤さんとやるのは、はい、で3歩目4歩目と、うん、ここでからこそできるものを作っていけばいいじゃないですか。そうですね、うん、次にね、で一緒に身につけていただいて、そうですね、頑張ります。はい、今真っさらなんで質問がいい質問でみんなが知りたい質問をうまくこれで技術がね身についちゃったね、知恵がついちゃってね、すごく上手なこと言いすぎちゃってみんなに役に立たないんだけど、今ちょうど、ね、参加されるお客様と一緒にね、うん、一緒に身につけていただいて、まあうん、そうですね、そういった力があれば売れる記事は何かしらとかね、そういう力も当然身につくし、うん、もう、そうですね、あれもね、きっとの
凄腕になってくるでしょうし、あとピュアハートからね、うん、あの皆さんへのなんていうのかな、よりいいものね、あのそうですね、見つけていただけたらなって思ってます、ね、まあ、あの実験台でね、みんなの実験台になってもらってもいいじゃないですか犠牲者、ね、犠牲者、まあ、需要とね、供給が合うような、ね、うん、お客さんに辛い目に合わせることはできないんで、あのいろいろ失敗をしたりひどい目に遭うのをやっていただいてで身につけても、ね、ちょうどね、あの参加、うん、来るんですか、いらっしゃるんですか、決まってはいないけど、でも、うん、あの来れるならぜひ来たいと思います。あ、なるほど、ね、でそう、どうやったら皆さんできるようになるかとか、やっぱりね、来る方たち、私ね、あの参加したいけど、うん、興味あるけどできるかしらとか、うんうんうん、ちょっとこれこれでとかっていう、うん、あの躊躇持ってらっしゃる方とかっていっぱいいるので、そういった方たちへのサポートになれたらいいなって思います、うん、そうですね、うん、でそれからこのアネマネの、この今、ね、撮影しているところが会場になるんですけども、うん、普段いろいろと整えているので、だから、場をね、そうそうそう、これでも、これでも、これでもね、うん、はい、だからつながりやすいあの場だと思いますし、うん、みんなそれぞれの思いを形にするためのサポートの場にもなると思うので、うん、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。はい、まあ、基礎の基礎をしっかりやりつつ、うんうん、あの高いレベルのことができる道筋を、うん、そういう道筋を作りながら行きましょうっていうね、はい、あのワークショップになりますよね。そうですね。姉村のお客様はあの上達は早いと思いますので、うん、だからそうですよね。基礎がね、うん、ある方が多いと思いますのでね。うん、そうですね、はい。でもまあ基礎がなくても全然それは大丈夫ですので、大丈夫です、うん、はい。いろんな方に、必要な方に来ていただけたらなと思います。期日が12月でしたっけ、はい、12月の10日ですね、はい、日曜日、こちらのアネモネの、セミナールームの方で行いますので、あの詳細は概要欄の方に貼っておきますので、 そちらを覗いていただけたらなと思います。はい、以上でよかったですかね、うん、あ、で、あのこれペンディラムを持っていらっしゃる方はぜひお持ちになっていただきたいんですけども、お持ちになっていない方はですね、こちらであの加藤さんが、ちょっといきなり高価なものをね購入されて、やっぱ使えなかったわってなるといけないので、簡単にあの初心者の人向けっていうことで、結構定額のペンディラムをご用意しておりますので、そちらでご購入いただいてもいいですし、あと結局五円玉があれば、まあ、みんなね持ってたらね、持ってくれてもいいし、クリップに糸をつけてやることはできるし、そう、ぶら下げれれば、そう、そうなんですよ、できるそうなんですよね、はい、はい、そうなんですよね、だから五円玉二枚と紐があればできるっていうことなので、はい、いっぺんそれでやってみようっていう方は五円玉の紐をご用意いただいて、ダウジングができるなんて、はい、とても信じられない。もう信じられないから、まずはあのなんか1000円でも使いたくないから、5円玉で、ね、20円自分の20円でやるっていう、それは OKOKOK、OK OK OK、です、はい、であとできるだけ道具は、ね、持ってきてそこから選んでいただいてもいいし、そうですね、はい、まあ、初心者教室まず基礎固めなんで、初めてハイキングするような感じなんで、道具を、ね、装備をバシッとするって前にまず普通の靴があって歩けばいいんで、そうですね、そこから始めて行って、はい、登山道をみんなで歩いていきましょうっていう話なので、あ、いい例えですね、はい、もう山かコーヒーの話にしか例えないですからはい、もうこの肉体の持ち主ですからね、うん、はい、じゃあ以上で、そうですね、はい、まあ、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、ちょうどね、これがダウジング生活25周年で、まあこういう本をね出すんですけど、25年なんですよ、ね、で、あの普通のテキストなんだけど、25年間いろんなことやってきて、これが一番良かろうというのを凝縮したテキストになるので、はい、皆さんのねお役に立てると思いますの、ね、です、ね、楽しみに、これは今回は皆さんに差し上げます、素晴らしい、はい、ね、テキストがあるといいですよね、本当ですね、そして加藤さんってずっとオンラインでやってた印象があるので、こうやって、ね、リアルでやるよう、そうですね、コロナ禍になってからですね、それまではもう人と会ってやってましたけど、コロナになってからもう一切、そうか、コロナ、うん、この2、3年が、ね、あのオンラインだったってことなんですね、じゃあ久々のリアル、あ、ここでやるの、そうですね、やるって感じですもんね、うんうん、そうですね、はい、じゃあピッと来た方、ぜひアネモネでお待ちしておりますので、はい、お越しいただけたらと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとう。